翌日、相棒のポケモンと長い夜を過ごしたんだ。大事なパートナーへの愛と理解が深まったよな。なんか朝チュンみたいな感じになってたよね、今。レッソンと仲良しだぞ。心だって言ってんだろ。ポケモントレーナー、自分とポケモン信じろ。始まったわ。兄貴と戦うのは俺だぞ。ライバルになってしまった。ポケモンを連れていれば、誰もがポケモントレーナー。いいか、ポケモントレーナーはポケモンを戦わせ育てるんだ。お前たちがポケモントレーナーかどうか、俺が見届けよう。勝負をするといい。え？初めて。パートナーのポケモンを信じろ。心から大事にするんだ。よかった。え？もう戦闘始まんの？庭で。なんか庭で戦うっていいね。小学生の頃、友達ん家の家の、なんでか知らんけど、なんか公園とか、近くの公園とか庭でゲームしてたわ。部屋でやればいいのに。ポップが勝負を仕掛けてきた。え、こいつウール。マジか。2体も出しやがって。そう、せこいぞ、お前。叩きましょう。戦うよ。攻撃するのみでしょ、これ。こんなん勝てるんか？あ、ウールーはなんとか倒せそうだね。技の説明とか見れる。あ、これいいっすね。相手の攻撃を下げるとか。アタックしましょう。倒せ！ナイス！経験値をもらった。よし。これで、何？水鉄砲覚えた。そういうことか。俺にはもう一匹、頼れる仲間が増えたんだぞ。これは、使えってことか。水鉄砲。いいっすね。水を勢いよく相手に噴射し、発射して攻撃する。一気に勝負決めさせてもらうぜ。相手の火花の体当たり。水鉄砲で。なんかランデの存在感が半端ないんだけど、チラッチラッチラッチラ見えるんだよね。ランデよ。またレベル上がるの？2匹連れてたのに負けた？400円。なんか、友達からお金奪うのちょっと忍びねえよ。兄貴はポケモンいじったの分かるぞ。ナイスファイト。グッドファイト。ジジイって感じだね。リザードン出すな。めちゃくちゃになるわ。見どころのある君にお願いだ。ポップのライバルにもなれ。二人で強くなるんだ。ジムに伸ばしてくれ。ジムチャレンジに参加したいのか。もっとポケモンに詳しくなれ。君はポケモン図鑑を手に入れるんだ。ちなみにポケモン図鑑に詰まってるのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。こいつマジでいいこと言うな。なんか新入社員の教育の時に話す先輩みたいな感じ。今のノリの良さ最高だ。この俺ポップはチャンピオンになる男。図鑑を完成させるのも伝説の1ページだぞ。ポケモン図鑑をもらうことおばさんに言っておかないとな。
図鑑もらいに行くのかな今から。ポップどこ行った？一緒に行こうぜ。バーベキューごちそうさまでした。いつも綺麗なキッチンじゃなくてこっち。え？話しかけさせてくれない？あ、話しかけれた。最高のパートナーと出会ったんだね。おめでとう。ありがとう。え、ポップは？あれ？ニャフニャフ。ちょっと疲れたから昼寝かな？いない。あら。おう！あごーん。今の音って？柵が開いてる。ウール2にやったか、お前。先はさ、誰であろうと入っちゃいけないんだぞ。その割に結構簡単な策だったけどな。もっとさ、進撃の巨人みたいなあれくらいのもん用意しろよ。助けに行こうぜ。俺たちにはもうポケモンがいる。一緒に行こう。お母さんに一回一言言ってからでいい？ポップ、わーい、行かせてくれ。なんかちょっとチキったな俺。ポケモン助けないとだぞ。行こう。まどろみの森。まどろんでますね。ウルネツどこ行ったんだろうな。早く見つけないとやばいぞ。行きましょう。草むらだ。え？え？かわいい。オシガリス。来て。オシガリスレベル2。戦う。水鉄砲なんか強いのかな。使ってみようか。うん、めっちゃ強い。初野生のポケモンだね。初野生ポケモン、シガリスでした。どこかに消えた。すごい慎重に歩いたりできるよね。すごい、走るわ。今元気にするぞ。いいやつ。行こう。元気100倍だわ、今ので。また？ここから、もう知らないポケモンばっかりだわ。なんかさ、昔のポケモンだったらこういうとこさ、A ボタン連打しながらさ、歩いたりするんだけど、そういうのあるんかな？アイテム出たとか。鳴き声怖いんだけど。また？ホシガリス、よく出てくるなお前。目立ちたがりのホシガリス。効果あり、効果あり。叩く使ってみる？どう見ても体当たりしてるけどな今。うわ可愛い。でかすぎだろ尻尾。水鉄砲で。オッケー。この先でしょうか。怪しさ満点なんだが。ウールが心配。行きましょう。いや、先行かないで。めっちゃ怖いんだけど。不安じゃん、こんなん。結構先行ったね。もうこの辺で会う予定だったのに。霧こ、嫌な感じの霧だな。入っちゃいけないのも分かるぞ。え、よいよいよ、やば、怖。
ウルルード。いや、これ心もさ、ちょっと、やめて、みたいになりそう。逃げる、逃げる。逃げられない。鳴き声で。え、聞いていない。不思議なポケモンがじっと見つめてくる。技が効かないぞ。水鉄砲使いましょう。全然ダメじゃん。もう怒らせちゃったよ。何も見えないけど大丈夫か？これ大丈夫じゃないよな。逃げる。逃げれない。戦う。水鉄砲で。めっちゃ強いやん、こいつ。真っ白。心のあのハートだけがギリギリ見えるね。何も見えないぞ。うわぁ。兄貴、方向音痴なのによく来れたな。方向音痴なんだ。いつまで待っても来ないから、お前たちを探しに来たんだぞ。申し訳ねえ。ウルを助けに来たんだよ。うまっ。気絶していた。お前たちの勇気は認める。よくやったぞ。いい兄貴でよかった。不思議なポケモンだったね。何を見たって言うんだ。すごかったよ、本当に。そう、攻撃が全然当たらない。ポケモンは幻なのか。お前らが鍛えて強くなれば、いつか秘密を解き明かせるかもな。方向音痴の兄貴についていくの大丈夫か。まさに主人公、いきなりいい経験した。いや、俺はお母さんに報告しに行ったのにダメだったよ。おばさんに話しておかないとな。話しに行く。ちょっとすごかったよ。お、2匹になってる。おい、仲良しかよ、こいつら。ただいま。シチューが食べたい。仁王立ちなんだけど、お母さん。うお、素敵なポケモンなのね。ガンデさんから聞いたわよ。ポケモン図鑑をもらいに、ブラッシータウンに行くんでしょ？行く。え、ありがとう。あんまり無茶させないでね。うお、家ならゆっくり休めるでしょ。いいお母さんだなぁ。森に入ったこと怒ってないの？行ってくるね。メッソの元気、マイナスじゃない。マジ？ポケモンが一緒に行って、どこまでも行ける元気があれば、自然と笑顔になるよね。ありがとう。いくらくれたんだろう。傷薬が3個、モンスターボールが5個。31,400円だと。すげえ金持ちじゃん。探検の心得。釣り竿。結構お金くれましたね、お母さん。よし、行くか。すげえ、戯れてるのかわいい。佐々木おじさん行ってくるよ。ポップ迎えに行こうか。図鑑をもらいに行くんだよね、確か。あれ？またポップいない？もしかして。外で待ってんのかな？また。
お、いたいた。この一歩がチャンピオンへの一歩。よし、俺は草むらのポケモンと戦わせて、ヒマには鍛えるぞ。紫の屋根。あ、あそこか。近いな。どうしよう。え、嘘でしょ。通らせてくんないのこれ。せやせや。くぅー。あ、ポケモンがいる。これ当たったら戦うパターンか。ちょっと、避けさせてもらおう。これは、傷薬ゲット。ありがとうございます。避けていけ。オッケー。ちょっとサクッとね。あ、あれは欲しい、でも。巻き直し。うん。欲しがりすめっちゃいいんじゃん。なんか駆除されそう。こんな街中にいっぱいいたら。最強のリザードン。子供がリザードン見てテンションぶち上がってんな。電車だ。綺麗ですね。チャンピオンが来たー。これチャンピオンじゃないね。こっちか。お、なんで。ゴールドおめでとう。お、リザードンついてきた。君はポケモン研究所に見事到着したんだ。方向音痴のあれとは違うな。この距離で。ダメだったらちょっときついな。ポケモンが一緒にいたから、君の世界は広がっただろう。目印サンキュー。優しいな、こいつら。さすがはマグノリア博士。気になる資料ばかりだ。犬ぬ、ぬは、ぬが多いな。かわいい。足短。ガンデ君、今日は何？まだ見ぬ最強のポケモンを知りたいとか、無茶はやめてほしいんだけど。なんか大人の女性ですね。ワンパチ。ワンパチって言うんだ。ワンパチというポケモン。道に迷って悪い。何度も助けてくれたんだ。本当に方向音痴なんだ。ちなみにトレーナーはソニア。彼女の作る料理は手早く食べられていいんだよ。怒り方可愛くないか。私はソニア。博士の助手をしています。すごい頭にハートがいっぱいついてる。あのメッソンと一緒ですね。ハートがついてる頭に。でも何だと思ってんだろう。前提すぎるから迷うんだよ。あなたもスマホロトムを持ってるんだ。ヘイロトム。おお。いいよね、スマホロトム。マップもナビもしてくれて。欲しい、俺もこれ。めっちゃすごいな。ポケモンにはね、あんまり詳しくないんです。あんまり。ちょっと謙遜しておきましょう。ガチの謙遜。ポケモン図鑑をスマホロトムで使えるように仕上げるから。え、あっけな。マジか。改造。私のおばさまからのプレゼントだったりするのです。ポケモン図鑑を受け取ったこと、おばあさまに伝えておいてよ。2番道路の先にいる。まあ、会いましょうね。ソニアさん、綺麗な人ですね。立派なチャンピオン。私は一応助手。自称助手。なんかスッキリしてないね。どうしたんだ？すごい綺麗。本がいっぱいある。これちゃんと上見上げるの良くない？本当に。あ、なんか出たね、今。巨大化。ポケモンは基本的に進化すると強く大きくなる。体を大きく見せることは生存本能の一種である。なるほど。すげえハイテクな感じしますね。いいなぁ。なんか、
研究所って感じ。何この謎の石、気になる。医者ですね。行こうか。犬、犬ヌーマン、かわいい。